こんにちは。東京農工大学学長の千葉和弘です。本日は東京農工大学のホームページを訪ねてくださってありがとうございます。私たちの大学は約150年前に新宿御苑のところで産声を上げました。その後ですね、蚕、シルクの研究などを通じて、どんどん発展しました。当時は日本の国はそういうものを開発するということが非常に重要だったんですね。でその後、世界の発展、日本の発展の変遷を経て東京農工大学の役割もどんどん変わってきました。農学、工学というのは高校生の時には習わないので、どういうことをやるんだろう、そういうことがまだよくわからない人が多いと思います。簡単に言うと、自然と人との関わりの中で発展してきた学問です。農学の方は少しイメージしやすいかもしれませんが、自然の中で私たちが食べるさまざまな作物をどうやって作っていこうかとかですね、あとは環境とどうやって調和していこうか、そういうことを研究していきます。で、工学は、最先端のテクノロジーを使いながら、人の暮らしがより豊かになるための新しい道筋を作り上げていく、そういう分野です。基本的には皆さんが高等学校で習う自然科学の科目が非常に重要になりますが、人と自然のつながりをしっかり学び、世の中で活躍するためには自然科学以外の勉強も非常に大事になります。ぜひいろいろな形で皆さんが地球の未来を切り開いてくれるようになったらと思っています。皆さんは人類の長い歴史を考えてみたことがありますか？もともと人は地球の上でさまざまな活動をしてきました。太古の昔は狩猟の社会といって、自然界から食べ物を命がけで取る時代がありました。その後農耕の社会になって、地面を耕して食料を得ることができるようになりました。しかしその時に同時に人は地球を少しずつ傷つけ始めたということです。今ではもう70億人を超える人がこの地球の上で暮らしています。それだけ地球への負担が増えているということです。今後さらに90億人、100億人に増えると言われています。そのためには今のままではとても全ての人の食料を賄うことができません。また環境もどんどん悪化していくことが予想されます。これをいかにして修復しながら全ての人がきちんと食べ物を食べて幸せに生きていけるか、こういう道を切り開くのが農学と工学のこれからの役割と言えます。そのためには全く新しい発想で強い行動力を持って新しいことにチャレンジする人が必要です。それをやるのが皆さんだと思います。ぜひ農学や工学の本当の意味をしっかり学んでチャレンジしてもらいたいと思います。東京農工大学は世界有数の研究を推進する大学です。ぜひ皆さんだけしかできない研究を通じて皆さん自身の世界を未来に向かって開いてもらいたいと思っています。東京農工大学は皆さんをお待ちしています。